藤と紫、黄色の3色のお花紙で菖蒲の花を作りました。一番大きな花びらにする藤2枚を重ねて三角に折ります。はみ出ている部分を切り取り、さらに半分に折ってハサミで切ります。これで大きな三角が4枚できました。紫色1枚も三角に折って余分なところを切り取ります。それを先ほどと同じように半分に切ったら、さらに半分に切ります。これで小さい三角が4枚できました。真ん中に折り目を入れておきます。4分の1に切った黄色いお花紙を縦長に置き、1回、2回、3回、4回折ります。全部輪になっている方から斜めに切り落とし広げます。切れ込みのところで簡単に手で裂くことができますので、バラバラにしておきます。ここはハサミで切っても構いません。これでお花紙の準備ができました。中心線の真ん中あたりからスティックのりをつけ、黄色のお花紙を貼り付けます。黄色のお花紙とその両脇にスティックのりをつけ、紫のお花紙を貼り付けます。これと同じものをあと2つ、合計3つ作ります。液体のりをすぐに取れるように紙などに出しておきます。先ほど貼り合わせておいたお花紙の黄色い部分のところに中指を当て、手のひら全体で押さえます。三角の端を持ってシワを寄せながら人差し指の下に押し込みます。反対側も同じようにして薬指の下に押し込みます。中指の先のところでつまんでギュッとねじり、指先に糊をつけてねじりながら固めていきます。もっと近づいて見てみましょう。中指は動かさずに人差し指の下に押し込みます。反対側は薬指の下に押し込みます。両側から寄ってきたら底をつまんでねじります。その上から糊をつけた指で固めるようにねじっていきます。葉っぱのような形が3つできたら、そのうちの2枚の根元に糊をつけ、紫色が内側になるようにして貼り付けます。根元を持ったまま半分だけ開いて糊をつけ、もう1枚をくっつけます。根元を糊で固め、形を整えたらしっかりと乾燥させましょう。花びらの先を持って根元までぎゅっと引っ張り、内側から広げるようにすると菖蒲の花の形になります。茎に刺すときや片付けるときには花びらを戻しておくと傷みません。茎はカラーチラシ棒と同じ作り方です。型紙は説明欄からダウンロードすることができます。端はまっすぐに切り落として3箇所切り込みを入れて開いておきます。葉っぱは緑色の色上質紙を細長く折って作りました。幅1センチになるまで折ったらかなり分厚くなってしまったので、半分ずつ切ってもいいでしょう。両端をホッチキスで留め、端は細く、あとは真ん中を切っていきます。最後は反対側に細く切り落とします。ホッチキスの部分を斜めに切り落とすとバラバラになります。この葉っぱの真ん中に園芸用のペーパータイを貼ります。葉っぱより少し短く切ったら、先になる部分を三角に切り落としておきます。葉っぱの真ん中に液体のりをつけ、尖った方を葉っぱの先に合わせてしっかりと貼り合わせます。茎の
3つに分けた部分にたっぷりと液体のりをつけ、鼻を差し込みます。根元まで押し込んだら、のりをつけた部分で挟み込むようにしてしっかりと貼り付けます。それから鼻を開いて形を整えます。葉っぱの根元にのりをつけ、茎を挟み込むようにして貼ります。葉っぱの先は花びらにかかるぐらいの高さがいいでしょう。もう一枚の葉っぱは少しずらして、反対側から茎を挟み込むようにして貼ります。最後に花や葉っぱの形を整えて出来上がりです。一本でも綺麗ですが、たくさん作って花瓶などに飾るとより綺麗です。お花紙の色も青や白など、お好みの色で作ってみてください。